ドイツ一部最終節 E フランクフルト2-2ライプチヒ2024年5月18日サッカーのドイツ一部ブンデスリーが最終節前9試合が18日に一斉開催され6位のアイントラハとフランクフルトが本拠で4位ライプチヒと2-2で引き分け欧州リーグ EL 出場権である6位を死守し,しシーズンを終えた 今季限りで現役引退する元日本代表 MF 長谷部誠、40、は後半アディショナルタイムから途中出場し、サポーターからスタンディングオーベーションで迎えられた。写真、ありがとう、長谷、サポーターに愛された男。長谷部は22で迎えた後半アディショナルタイム、同じくこの日が現役ラストマッチとなる主将の MF ローデと共に途中出場。 レジェンドの最後の勇姿を見届けようと詰めかけた体制のサポーターからは拍手と大きな長谷部コールが送られた。これでドイツ一部通算384試合の出場に伸ばし、外国人の選手としては FW ロベルトレ・バンドフスキ、ポーランドと並んで歴代2位対イに浮上。同1位の FW クラウディオ・ピサーロ、490試合には届かなかったが、 アジア人選手としては歴代1位の出場記録を残しスパイクを脱ぐことになった。そして試合後には同じ背番号20のユニフォームを着た子どもたち2人が長谷部のもとへ駆け寄ると、長谷部は膝をついて優しく抱きしめ感極まって目に涙を浮かべる場面も。MF ローデと一緒に参加した引退セレモニーでは、ファンのおかげで長く続けることができました。いつも応援してくれてありがとう。 ドイツ杯での優勝は特別な瞬間だったよ、とサポーターに対し感謝の言葉。特に17から18シーズンのドイツ杯優勝が心に残っていると語った。